はい、ということで先生、まあ、今回ザ・ダイバーシティという、ねうん、ことなんですけども、はいはい、治療科の先生の成功ってあるじゃないですか、うん、ありますありますあります、まあ、うまくいってるみたいな、はいはいはい、そのうまくいってるっていうのも何をもってうまくいってるってあるんですけど、はい、成功のこう多様化っていうのが僕出てきてるんちゃうかなっていうのはちょっと思ってて、確かに、うん、例えば、まあ、昔やったら患者さんめっちゃ繁盛してるよとかっていう、はいはい、うん、でも繁盛しすぎてたら、はい、自分体潰してダメやんみたいなとか、はい、もうパターンもあるし、ね、うん、かといっていや別にむっちゃくちゃ流行ってるわけじゃないんやけど、あの先生めちゃめちゃなんか人生楽しんでるよなっていう先生もいらっしゃるし、確かに確かに、だから結構そういう部分出てきてると思うんですよ、はい、ただやっぱり確率的なもの単一的なものっていうのが昔々はやっぱりずっとあって、はい、こうであらなければいけないと、いうのがあると思うんですけど、はい、先生なんか特にゆっくり仕事しつつも執筆活動してるし、はいはい、なんかコラボしてセミナー開いたりしてるし、ね、SNS のねこうマーケティングやってる人とか、はい、スマホ使ってマーケティングねつるんでやってるし、むっちゃいろいろなことやってるじゃないですか、はい、先生にとってそういうふうな部分どういうふうに思われます、その今の時代の流れからの中で成功法則みたいな、はい、僕業界入った時で治療家としての成功って何かっていうと、とりあえず、うんうん、まあ開業してるんだったら、はい、もう予約が埋まってみたいな、はいはい、まあ、そうです、あるじゃないですか、いやそれそれやったんですよ、うん、そうそう、で僕ももう予約が本当ない時ってやっぱ予約がねたくさん埋まった方が嬉しいから、うん、はい、あそれがじゃあ一つの成功なのかなと思って、うんうん、で実際でもめっちゃ予約が埋まってめっちゃ忙しくなると、はい、結構しばらく続くとそれをこれで、うん、んと思ってやっぱ疑問に思ったわけですよね、やっぱりそうすると自分の時間がなくなってないでしょ、ないんですよ、じゃあ疲れるし、やっぱりそう時間なくなると、なんか、まあ、先生なんか音楽もされるじゃないですか、うん、もうバンドやってたし、はい、なんかその時間削られたりするわけじゃないですか、そうですね、まあ、だからもう治療して、うん、ね、もう、まあ、帰って、うん、でまたはそれの日々の上半身もしたいわけじゃないですか、そう埋まってるのはええんやけど、うん、うん、ってそういや あったでしょ、ありましたそういう時期が、でもそれどうされたんですか、実際こう予約がバーって埋まってすごいもう忙しくなって、うん、はいはい、そうなった時はねちょうどだから僕開業しながら夜間に夜にこう、うん、あの鍼灸と、うん、あのアママッサージの専門学校に行ってた時期、その時がめちゃくちゃもう予約が埋まってたんですよ、あだから僕あの家族もいるし店の家賃も払わなあかんし、はいはい、あと学費もマックス貯めて行ってるわけじゃないから、はいはい、まあ、学費も払えながらやから、うん、だからめっちゃ仕事もしてたけど、はい、でも学校行って勉強もせなあかんし、はいはいはい、情報発信もするみたいな、はい、パンパンだと思って、めちゃくちゃやってましたよ、だから めちゃくちゃやってたわけやったんですよ、ですね、やっぱ休みなしというかね、そうですね、ほんまに、そんでその時に最初この業界入った時は予約がパンパンになるのが成功法則だと思ってたけど、これちょっと違うんちゃうかとか思い出してこれやと例えば俺執筆とかしたいけど、うん、こう今の状況で経営もして、うん、まあ、学校で勉強もして、うん、さらにそのね執筆だったりそういうコンテンツ作ってたら、まあ、時間がちょっとどう取れないなって、そうですよね、でなった時にやっぱり見直して、うん、やっぱちょっとちゃうわと思って、うん、だからちょっとずつやっぱりそこはちゃんとゆとりがあるできる、うん、ようにしたんですか、したんですよ、そうしていくと施術も楽しいし、はいはい、パンパンにやっちゃうとやっぱりこうね、うん、余裕もなくなってくる、そこはやっぱりだからバランスがうまく働いたというか、うん、自分の治療の施術のやっぱ時間もものすごくバランス取れて、自分のしたいことができると、そう多分これ見られてる先生方は結構やっぱり治療パンパンに入れたいとか、うん、っていう感じで、で結局ねその背景に何があるかって言ったらやっぱお金や思うんですよ、はい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 、自営業ですからね、はいはいはい、やっぱりこんだけないとあかんっていう、うん、で先生の場合、うん、まあ、もちろんその学費も払ってたし、うん、やってたけど先生その時はどういうふうにそこちょっと、はい、もうお金のことあんま考えなかったよく、だからそのこれも完全におかしいなって思うことがあるんだけど、はい、よくあるキャッチコピーで年商いくらとかっていう、よく、まあ、最近はちょっともうそういう時代変わってきたから減ってきてるけど、うん、そういうのめっちゃ多かった時代あるじゃないですか、じゃあそれ稼がなあかんとで頑張る人もいると思うんだけど、うん、それ違うと思ってて、だってそれぞれ、だってその必要なお金ってそれぞれの立場で変わるわけでしょ、はいはい、変わりますね、だから別にそのそれぞれの個人のその目標のお金の稼ぎ方っていうのがあるのが、これが僕本質だと思うのよ、それその通りだと思う、でしょ、うん、もう言っちゃっていいと思うけど、うん、維新会のね、はい、松下さんがね、はい、あの人コンサルやられてる、はい、すごい優秀なね、コンサルタントで、うん、コンサル行ってね、はい、相手の先生がね、うん、僕150万欲しいんですよ、うん、言うんですよ、はいはいはい、で150万、うん、分かりましたと、はい、
ところで、その150万なんで欲しいんですか。そうっていうことでしょ、うん、そういうこと。でそこちゃんと答えられなかったら考えた方がいいよって僕も。そうなんですよ、うん、結局その150万って見聞きして、あこのぐらいかなって思ってるだけで、実はそんなに欲しくなかったりするんですよ。そう結局いくら稼いだから成功とかっていうのは毒されてるんよね、言ったら僕から言うと、まあ、洗脳洗脳だよね、うん、一つの。そうだからお金って、だって別にそれってほらお金が価値あるわけじゃなくてね、そうですね、結局そのお金をねこう目的があって使うためにっていうツールやから、ね、ツールやから、はい、一つのツールですから、ね、ってなった時に、うん、まず自分はいくら必要でみたいな、うんうんうん、でここはでは確実に抑えられたら、うん、みたいなのがあったら、そこはだからまあ最低限例えば稼ぐとかだったら、でまあ、やってったら、だからまずそこですよね、まずそこ、ね、そこまずそこなんですよ。だからそうなってくると、うんね、それこそ東京のねすごい都内で家賃高いところで開業してる先生と、うん、地方のね、うん、家賃あまりかからないところで開業してる先生とでも違うと思うし、うん、京都と東京でも違うと思うし、うん、そこもだから多様化するのが当たり前やと思う、うん、そうですね、そうそうそう、だからそことちゃんと真剣に向き合って、自分はこれぐらいじゃいりますみたいなんでやってって、うんうんうん、でそれっていうのはでも変化していくわけじゃないですか、はい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 、自分の状況も変わってくるわけだから、そうですね、でその時にこう、うん、必要なお金を稼ぐっていう感じが、これ が,、うん、がなんか通常なのかな、だから そ, いやいや、はい、そこがやっぱり、まあ、小松先生はやっぱりそこが考え方がもうそういう考え方だと思うんですよ、はいうんはいはい、でも僕はまあいろんな先生にお会いしてなんとなくですけど、はいはい、ちょっとそことは違う感覚受けますね、やっぱり。あ他の先生が、はい、やっぱり喋っててもああそこになるんかと。まあ、お金は重要ですけど、うん、結局ねじゃあまあまあ必要やと、うんまあ、この額必要やと、お金はだから必要、うん、じゃそのそれぞれの先生必要な額っていうのがあるから、はい、必要なんだけど、はい、それいくら必要なのかってちゃんと、そうですね、ねで、うん、それまあ決めたとしましょう、はいはい、で決めても結局さっきも言ったように自分のね自由な時間とかね、はいはい、やっぱり取りたいわけじゃないですか、どうしてもやっぱり自由な時間があって、なおかつ自分が整理するというようになってきたら、はいはい、やっぱり欲しい額に届かへんっていう場合あるじゃないですか。あ、そうか、そうか、あります、あります、あります。じゃあその場合って、うん、ザ・ダイバーシティ的な考え方でいくと、はい、戦術だけじゃないよねってなってくると思うんですよ。だって先生なんかはまあ言うたらセミナーのコラボもあれやし、はい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 、プロデューサー代も入るし、まあうん、執筆もねあるし、うん、そういう意味では他のとこからの収入っていうのがあるわけじゃないですか、はい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 、だからキャッシュポイントって治療だけじゃないんじゃないかなっていうのは思ってて、はい、そのあたりですね、どう思うんですか。そうだから治療科っていうのは結構健康に関してのところがあるわけでしょ、うんうん、でどっちかっていうと従来のその治療科っていうのは対面で治療するっていうところで一つの、うんまあ、仕事として成り立ってたわけだけど、それは僕もやってるし、それのねやっぱ価値っていうかね、好きだったりとかするからそれはいいと思うんだけど、ある意味その知識量があるんだったらそれをいろんなやっぱコンテンツにして、でそれを例えばその出版だったりとか、なんかその販売、インターネットがこんだけ今普及してるんだから、ある意味コンテンツとして販売するっていうのとかも全然できると思うし、まあそうですね、そうそう、だからある意味そういうふうな一つの稼ぎ方っていうのも、そうですね、そうそうそう、まあ、今って参入障壁が結構あれになってきてるから、ただ治療院業界ってちょっとやっぱ遅れるんですよね、うん、そうですね、時代の流れからね、うん、これいろいろ話聞いたりしますけど、 YouTube なんかもそうですけど、うん、あれも一つの稼ぎ方で、うん、結構ね数万人おる方はそこそこキャッシュポイントになってるんですよ、うんうん、うちもね広告を入れたりしてますけど、だいたいこの何万人おったらこのぐらいのキャッシュポイントがあるっていうのは分かるんですよ。はいはい、この先生そこそこ稼いでるぞと、うん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 、やってるねというふうな、うん、思いもあるんですよね、はいはい、であれって結局動画撮って自分の思いたいこと喋ってる、うんまあ、世の中のためにと思って喋ってると思うんですけど、はいはいうん、だからあれもキャッシュポイントっちゃキャッシュポイントだと思います、ねうん、アドセンスでってことでしょう、ね、ああ YouTube の広告ですね、広告料ですね、はい、それも一つだと思いますし、今はそこら辺がすごく障壁が昔に比べたら低くなってきてるから、低いですね、だからめちゃくちゃあるんだけどなんかこう見えてないっていうところが大きいんじゃないか、うんね、だから本当言いたいことは施術料だけじゃないよねっていうことです、うんうんうん、キャッシュポイントはそうですよね、うん、だからそのあたりっていうのが自分が楽しみながらやっぱやった方がいいと思うんで、そうですね、だからそういう意味でやっぱその、うん、まあちょっと話戻ると成功という部分の中ではね、うん、一つやったなっていうのは思うんですけど、ね、そうだからあれにこう施術だけでガーって埋まって忙しいのがなんかすげえ俺ね成功してるって感覚になるのは分からんでもないんやけどでも それはね、そうすると、うん、他のこと勉強できなくなるじゃないですか。だからそうすると結局なんていうの、その時は
一時的にうまくいってても、うん、俺なんかその、言ってること分かるわ、あの長期的な視点で言うと、俺結構きついって、それ気づいてて、気づいててとか、まあ思って、やっぱ、それ分かる。分かるでしょ、分かります、言うてる。なんか、時間がなんか空白やと、それってなんかこう。むしろ取り残されてるみたいな感じ。うん、だから、その時はお金稼げて、満パンでやられてるけど、うん、なんか長い人生の中で見てみたら、うん、実は、そう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 、いやいや、時間だけ取られてしまってて、そうそうそう、自分の学びたいものとかっていうのは学べずに、うん、そればっかりやってしまってて、胃の中の数って言い過ぎやけど、うん、なんかそこにも取られてしまうだけみたいになってまうっていうか、そうだから俺はだからその豊かさで言うと、その予約が埋まっているのがまあ豊かさっていうか成功みたいなのは、うん、まあ昔からある治療業界の法則だとしたら別にそれ否定はしないけども、うん、もう一つの新しい価値観としてあっていいと思うのは、うん、時間にゆとりがあるっていうのも一つの俺豊かさですよね。絶対そうやと思う。で、なんかその、うん、自分も患者さんもなんか楽しく施術できてって、うん。だって時間にゆとりがなかったらこんなん撮影できてませんやん。うん、そう、ね、普通の平日ですから、ね、それもドア差ですからね。そう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 で、やっぱり、あの、それこそ、まあ、自分の、その、医療に関する勉強も取る時間も必要やし、うん、これからは、なんていうか、売り上げを上げるっていうのはマーケティング的な発想やったかもしれないけど、うん、社会に対してやっぱ自分はどう貢献できるかっていうところが非常に応援される世の中じゃないですか。はいはいはい、ってなってきたら、やっぱ、あの、僕が尊敬してるね、まあ、社長が紹介してくれた長倉健太さんっていう方が、よく言ってるけど、ソーシャリング、うん、ソーシャリング。社会の状況とかにもやっぱそういう勉強をね、うんうん、いろいろするってなると、時間絶対いるでしょ。そう、言います。でしょ、うん、じゃないとだって世の中どんどん見えなくなってきちゃうから、そう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 、長期的に見た時にやっぱその変動もしていくわけだしね、うん、だから変な話すると比率がね、はい、前の時代はそれでよかった、繁盛しててずっとそのままでいったらよかったんですけど、うん、今の時代ってその繁盛だけじゃなくって別の多様性が出てきてて、うん、先生がおっしゃられたように短期目線で言うたらそれはええのかもしれない、中期長期で見たらもっと人生長いわけで、そう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 、そこにこだわってしまってたら、うん、なんか面白なくなってくるっていう、うん、僕それ今言語化できてなかったんですけど、はい、もしかしたら僕もそれ気づいてたのかもしれない、先生が言語化してくれましたけど、はい、今長期的なところで見ると、そう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 、それが僕は言語化できてなかったんですよ、はいはいはい、でもほんま感覚なんで、はい、正直治療面白くなくなっちゃったんですよ。そういうのありますよね、忙しすぎるとね、はい、うん、でもうなんか本来は何やろこれって、はいはい、あんだけ情熱を持って勉強してたのに、そうそう、社長だってめちゃ知っておるからね、もうむっちゃやっぱり勉強したし、ほんでやっぱり患者さんなんとかしたいと思ってやってたし、うん、だけど何やろ、ほんま燃え尽き症候群じゃないんやけど、はいはい、面白く急に面白くなくなっちゃったの、うんうんうん、何やろこれ、このまま続くんかなと、はいはい、僕だってあの治療院で治療しながら死にたいと思ってましたから、マジっすか、そこまで行ってた、開業ぐらいの時、開業してちょっと間ぐらい、あ、そうかそうか、治療で俺もそこのもう死しても死ねたらもう、そのまま本望やと、はい、思ってましたけど、はい、今全然思わないですからねそんなこと、俺もちょっと患者さん迷惑やし自分死んだ、死んだ、死んだ、患者さん迷惑やし、それ救急車呼んでもらう、そう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 、だからそれもあるから、でも今は全くそんな思わないですね、だから他のとこ見てたら、へーって思うことって、治療院業界のなんかこう不思議なルールみたいなあるじゃないですか、ありますよね、不思議な固定概念みたいな、あんなん見てたら外から見たらへーって思うこと結構あるんですよね、ありますよね、うんうん、だからそういう意味ではようやくそれが僕分かってきた、でも先生に言語化されて今思いましたね、うん、あ、そうそうそういうこと、そういうことと思って、そうですか、長期的に見たらちゃんと自分の時間持ってやった方がいいと思います、そうそうそうね、ある程度だからこう、うん、忙しすぎるとだって自分がよく分かんなくなってきちゃうじゃないですかあるあるあるでしょあるある、だからだからそうすると結局それってなんか何やってんのかなって、俺それなんか忙しいけど患者さんに対していい影響を与えてるのかなって思ったりもするんです、ああ、それはありますね、そうだからある程度こう、うん、少し余裕がないと、うんうん、なんかこう相手に対してもちょっと余裕なんか分かるじゃないですか、そういうのとかって、うん、分かる、忙しそうなの分かる、そうそうそう、気使うし患者さんも、そうそうそう、先生疲れてますね、俺言われたことあるもんいや疲れてませんよある程度なんかこうその一日の中のところにある程度そのゆとりのある時間があるのも俺は豊かさやと思うしですね、なんかそこでなんかさっきも話したみたいに治療だけじゃなくて例えばまあ、それをなんかこう記事にして出版するっていうのも一つの僕らの表現方法だ、ある意味だから僕が考えているのはそういう施術だったりとかまあセミナーっていうのはこうライブだと思ってて、僕もともと音楽やってたからまあライブじゃないですか、でもそれをコンテンツにして例えばレコードとか CD とか配信とか今あったらあるけど
その作品にしてやるっていうのも、うん、もちろん僕らはできるわけであって、はいはい、コンテンツとしてもなんか作品を作るっていう表現方法もできるし、ね、あとなんかさっき社長が話してたみたいに、うん、また別の農家でね野菜作ってみたいな風なのも一つだと思うし、多分ね、うん、風上に置けんと思った先生もおると思うんですよ。あ、そうなんですか。きっとおると思います、うん、ここの中ではね、うんうん、だけどアフィリエイトぶっちゃ結果出してますから、うんうん、あとなんかアメリカでびっくりしたのが、うん、女優しながら視圧やってる人とか、ね、おー、すごい、そんな人いるんや。ちょっとすごいねそれ先生なんか特に。いやいや、破壊だではないけど破壊だよ。いや、もう破壊だですよ。そうですか、はい、もう服破壊だよ、まあ、そうか